り、ダブルス、率直にその金メダルを首に下げて、日本のこう囲み取材っていかがですか。はい、こんな状況は初めてなのですごく緊張してるんですけど、優勝したんだなとすごく実感しています。私も同じくとても緊張してるんですけど、金メダルを下げてるということで、すごいその取ったんだなっていう実感があります。はい、ダブルス団体っていうとオリンピックではない種目で、本当にこのアジア選手権だったり世界選手権だったりっていうところが本当世界の最高峰の大会かと思うんですけど、そこで金メダルを取れたっていう嬉しさいかがでしょうか。はい、半年前からその WTT で試合に出始めて、アジア選手権、世界選手権で金メダルを取ることを目標にずっとやってきたので、こんなに早く取れるとは思ってなかったんですけど、取れてすごく嬉しいです。大道選手とずっと組ませてもらって、金メダルを取れてすごく嬉しいので、これからも大道選手と一緒に頑張ってやっていきたいと思います。いや、めっちゃしてます。ここから先、半年ぐらい、半年以上先になりますけど、世界選手権も、きっといろいろなチャンスが巡ってくるかと思いますが、そこに向けてはいかがでしょうか。はい、この今回優勝できたことを自信に変えて、世界選手権でも金メダルを目指して頑張りたいです。私も世界選手権で金メダルを取りたいです。すいません。お二人シングルス の世界ランクだったりも本当ここ今年1年とかでぐっと上がってきてるかと思いますけども、この先のシングルスに向けて、お二人それぞれどうしていきたいか、どんな風にしていきたいかっていうのはありますか。はい、シングルスではまだまだ上がたくさんいるので、しっかり一つずつ自分の課題と向き合って、どんどん上に行けるように頑張りたいと思います。ダブルスで、金メダルを取れたということで、シングルスでももっともっと上に行けるように頑張っていきたいと思います。